SBI 証券の浅井です。ウィークリーマーケットフォーカスといたしまして、先週のマーケットの振り返りと今週の注目ポイントについてご説明させていただきます。まずはこちらのグラフ、まあ日経平均とニューヨークダウのチャートなんですけれども、先週はダウ、日経平均ともに週間ベースで2.7%の下落ということで、やや大きめのですね調整局面という形になっております。 えー、日経平均に関しましては先週はですね、まあ、週末にあの、まあ、総選挙ございましたので、まあ、選挙前の1週間という形になるんですけども、まあ、アノマリー的にはですね、えーまあ、選挙前は買いというふうなアノマリーがあるんです,あるんですけども、まあ、割とですね、まあ選挙に向けて上昇することが多いんですが、まあ、今回です、ね、このそのアノマリーが大きく崩れるような形で推移したというのが先週の動きです。 えーまあ、事前予想としてです、ね、やはりそのおお与党、まあ、自公のです、ね、やっぱ苦戦が伝えられている中です、ねやはりそのお、政権の、まあ、維持というところとです、ねまあそのお、総選挙後の,です、ねあのまあ、政治の不透明感、まあ、こういったところをです、ねまあ、嫌気するような形から、えーまあ、先回り的に揺られるという、まあ、そういう流れになっておりました。 で先週1週間のですね業種別、当初、トピックス33業種で見た業種別の騰落率なんですけども、えー、33業種中、ですね、まあ、上昇したのが輸送機1業種、まあ、小幅ですけども、上昇しております。為替がですね、まあ、円安傾向に推移していると、まあ、アメリカのですね金利上昇を受けて、為替が円安に推移したことによって、輸出株を買う動きから、えーまあ、輸送機に関してはしっかりと。 という形になっているとただ一方で,です、ねまあ、下がっているのがです、ねまあ、金融あるいは金融株ですね、まあ、こういうところが中心に下げているということで、えーまあ、こういった動きになっております。で、えー、こちらはです、ね、日経平均採用銘柄別で見た当落率、まあ、個別銘柄の当落率ということで、えー、トップからあこ、えー、コニカミノルタあニレック、まあ、決算関連ですね好、えーまあ、決算発表しているところを中心にです、ねまあ、物色するような動き。 逆にです、ねまあ、メルカリとかです、ね、決算やっけするような売りが膨らむ、まあ、そういった銘柄も見られていると、えー、先週からです、ね、主力企業の縮小月期の決算発表シーズン、えーまあ、徐々に始まってきているということで、まあ、決算をお受けた、まあ、こういった動きがです、ね、物色されているという形になっております。 で各市場の動きですけれども、新興市場、リート市場ですね、まあ、いずれも難聴という形になっておりまして、まあ、この辺はですね、まあ日経平均と、まあ、歩調を合わせるような形で推移しているということになります。えー、東証グロース市場250指数に関しては、ですね、週末にかけて再び600ポイントを割るような動きになっております。まあ、リート指数もですね、1700をですね、一、まあ、段と下げるという形になっておりまして、まあ、下値模索の展開となっておりました。 で、えー、商品指標です。えー、まあ WTI に関してはですね、えーえー、まあ安値圏、えー、70ドル前後のですね、まあ推移ということで、まあ今月のですね、初めに、まあ、イランがまあイスラエルに、えー、まあ攻撃をしたという形になっておりまして、まあその後のですね、まあ報復、まあイスラエルからのですね、まあイランに対するその報復 攻撃っていうのがですね、まあ、非常にマーケットは警戒していたわけなんですけども、まあ、その規模がですね、どん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 ですね、まあ、ややあ懸念されていたほど、まあ、大規模にならないんじゃないかと、まあ、そういうところからですね、まああ、原因の供給リスクに関してはですね、やや緩和する方向になっていたと。 こちらのですは値動き反映されてはいないんですけども週末、イスラエルからイランに対して報復攻撃があったわけなんですけどもそこでは事前に懸念されていた核施設あるいは石油精製施設こういった部分に対する攻撃は避けられたという形になっておりますのでマーケットとしては原油価格としても週明け一段と下落するような形になっているとこれもリスク先行につながるような動きになっていたということになります。 為替市場、まあ、円相場ですけども円,が円安がじりじりっとこう進むような形になっておりまして1ドル150円を乗せてきてそれから一段とです、ね、円安が進んでいると。 まあ日本の方うで,で,すです、ね、こう150円超えてくると、まあ、日本の通貨当局からです、ね、為替円安を牽制す,、ね、するような発言というのがです、ね、本来まあ出てきても不思議ではないんですけども今のところです、ね、あの財務省、まあ、財務次官を含めてです、ねまあ、表立ってこれを牽制するような動きが見られないということで、まあ、マーケットとしてもじりじりとこう円安を試しやすいような、まあ、そういう局面が続いているのかなという形になっております。 まあ、ちなみにですね週末のですね選挙を受けて、えー、週明けの為替マーケット、まあ、やや円安が加速するような動きになっておりまして、えーまあ、政局不透明からですね円を売る動きというのがですねまだ続いているのではなという,ふうに思います。 でこちら主要市場の騰落率ですね、まあ、一覧表ということで、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、日経平均、ニューヨークダウですねともに2.7%の下落ということで、まあ、日米株中心にですね軟調ということになっておりますただ、アメリカに関してはですねダウがですね、まあ、大きく下げてはいるんですけれども、まあ、その一方で、まあ、テクノロジー株なんかをですね多く含んだナスダックに関しては週間ベースで0.2%の上昇という形になるんで、まあ、ハイテク株に関してはですね、まあ、比較的これを物 するような動きが見られたという形になっておりますで今週の,その主な予定ですけれども、国内はです、ね、月末にかけてです、ね、日銀の金融政策決定会合が予定されているという形になりまして、まあ、今回はです、ね、その金融政策で,です、ねまあ、大きな動きは,予,定されては予想されてはいないんですけれども、まあ、昨今です、ね、やはり再びまあ為替が円安に触れてきていると。 いうこともありますんで引け後のですね上田総裁の会見の内容なんかがですね注目されるのではないかなというふうに思いますあと経済指標としてはですね月末にかけてのその9月の経済指標が相次ぐということでまあこちらの方も注目されるでしょう一方海外なんですけどもこちらはですね えー、10月の30日に7月期の GDP が発表されるということであとまあ週末金曜日はです、ね、これ11月の1日なんですけども、えー、10月の雇用統計と、えー、10月の ISM の製造業景況指数が発表されるということでこの11月の代わり目ですね重要指標は2つです、ね、まとめて出てくるということになりますので、まあ、こちらの方も注目していく必要があるだろうというふうに思います。 あと週末ですけれども、まあ、夏時間がですね、終了するということになるんで、えー、時計の方はですね、まあ日本から見れば1時間遅くなるというところで、まあ、こういった変化もです、ね、お捉えておく必要があるのかなというふうに思いますで。こちらはですね、日米のですね、決算発表の予定日です。まあ、国内はですね、主要企業の7月期の決算、本格化してまいりますということで、えー、今週かなり多くの決算が控えていると。 まあ注目されそうなのはですね、えー、10月の30日の水曜日なんですけども、まあ、内需系企業としてはですね、オリエンタルランドでテック系企業ですとですね、アドバンテスト京セラあーこういうところのですね、決、まあ、算発表されるということで、まあ、この辺注目されそうかなというふうに思います。 一方、海外なんですけれどもこちらはですね、いわゆるそのメガテックのですね、決算発表が相次ぐということで29日の火曜日にアルファベットと、えー、アルファベットですね。でそれと、 えとえー、31日ですね、アマゾンとアップル、まあ、こういうところですね、えー、は決算出てきますんで、まあ、ちょっとまあこの高成長、ずっと続いてきたところから、まあ、成長が鈍化するんじゃないかと、まあ、こういうふうなですね、まあ、伸び率が鈍化するんじゃないかと、まあ、こういうふうなです、ね、懸念もあ,りますあるところではあるんですけれども、その決算の動きっていうのがです、ね、一つ大きく注目されるんではないかなというふうに思います。 でえー、さて、えー、なんですけども、まあ今週えー、先週末ですね、えー、国内ではですね、衆院の総選挙を行われましたと。で結果はですね、まあ、その周知されているとおりではあるんですけども、えー、自民が191議席、まあ、公明24議席ということで、まあ、合わせて215議席、まあ、過半数が233に対してですね、まあ、自公で、えー、過半数割れという形になっております。 まあ石破政権としてはです、ねえー、まあ誕生からです、ねまあ、即座にこう解散総選挙に打って出た、まあまあ、石破政権、石破さん、石破首相のです、ねえー、まあ一つのです、ねまあ、勝敗ラインとして自公、ね、で過半数というところを掲げていたわけなんですけども、まあ、これを大きく下回るという形になっております。自公が議席を減らす一方で,です、ね、やその野党、まあ、立憲民主党であったりとかです、ねえー、国民民主党、まあ、こういうところを中心にです、ねまあ、議席を伸ばすという形になっております。 で今日の,です、ね、その東京株式市場なんかを見てみると、まあ、朝方はです、ね、やはりその政治の不透明感からです、ねえー、大きくまあ下げて始まったんですが、あまあ先ほどちょっと冒頭でも少し申し上げているところで,です、ね、やはりその事前にです、ねえー、まあ株価がです、ねまあ、下落してきたということもありましたので、えー、まあ一つ、悪抜け感もあってですね。 まあ、今日ののとところはは、ねまあ、買いいい戻しの動きが強ままっっててるという形にはなっておりますただまあ今後の見通しなんですけどもやはりその、まあ、選挙とですね、まあ、政治の動きとです、ねまあ、株価と見ていく中ではですね、まあ、今日はちょっと大きく買い戻されているんですが、まあ、まだまだですね、まあ、注意する必要があるのかなというふうに思っておりまして、まあ、一つそのポイントになって考えたいところとしてはですね まあ今回その衆院選は自公、まあ、がですね過半数割れという形でですね、えー、まあなったわけなんですけども。 まあ一方でですねその参院に関しては自公、まあ、でですね依然として、まあ、過半数を大きく超えていると、まあ、今回選挙がなかったもんですから、まあ、当然その自公がです、ね、過半数を超えていてでその参院の,です、ね、その半分のですね改選、まあ、っていうのがです、ねまあ、来年の4月になってくるもんですから、まあ、そこまでは参院は自公で、えーまあ、多数とな,なると。 で今回、その事項だけで見るとですね衆院はですねこれ過半数を割るもんですから事項で見るとこうねじれ国会のような形になってくるというのがまあ一つのポイントなのかなというふうふに思います。 でここからです、ね、どういった政権が出てくるのか、まあ、これはまあ新たにです、ね、その首相の指名投票というのが行われるわけですからで新,たな新たな政権が発足するわけなんですけども、まああまあ、石破政権としてはです、ねこれまあ、今あ、石破政権存続するんであれば自公、ね、の,のです、ねまあ、少数与党として、まあ、政権としては出てくる可能性があると。 ただその場合はです、ね、当然その衆院は自公、ね、で過半数割れてるわけですから、えー、政策はです、ね、非常にこう通りにくいものがあるだろうと、まあ、なんぼ、えー、いくらその参院で,です、ねえーまあ、過半数を取っていてもやっぱりその衆院で,です、ね、過半数割れしてる分自公、まあ、だけだとです、ねまあ、なかなかこう政治が進まない状況というのが出てくるますしあるいはその、まあ、裏金問題なんかのですね やはりその問題解決、まあ、これ非常にこう動きが強まってくるというふうに思いますので、まあ、こういったところにですね消極的な姿勢を示すようであるとですねやはりその野党サイドからまあ絶えずその内閣不信任案ですが、ねまあ、出されるような可能性というのもですね、まあ、リスクとしては見とかなきゃいけなくなりますので、まあ、非常に政治が不安定になる、まあ、こういうリスクがですね、まあ、出てくる、まあ、これ非常にネガティブなのかなというふうに思います。 で一方、ですねじゃあ野党側見てみるとですね今回、その立憲民主党がですね、えーまあ、大きく躍進するような形になっていてで、まあ、野田党首もですね、えーまあ、政権を取ることを目指すというふうなことをですね、まあ、言っていたわけですから当然、その立憲主体のですね政党が出てくる可能性があるだろうと。ただ、この場合はですね立憲民主党に、えーまあ、国民民主党あるいはですねその維新の会 でえーまあ、令和あーとかです、ねあのまあ、国民民主党とかです、ねまあ、こういったところ、まあ、大連立して,いく可能していかなきゃいけないんですけども、まあ、どうしてもです、ね、この連立政党が増えていくと、まあ、それ自体の,です、ね、やっぱりその運営というのもです、ね、非常に難しくなってきますし。 あるいはその先ほどまあちょっと申し上げたようにえ今回、野党がですね大きく勝ったわけなんですけどもただ、参院はですね依然として与党まあ自公がですね多数政党になっているわけですからまあ野党内閣というのはですね基本的にはですね,これねじれの国会になってしまうと。 でやはりこれも立憲主体で,です、ね、政,政権が誕生したとしてもやはりその政権運営上は非常に不安定になってしまうのでやはりこれもです、ね、先行きの不透明感が払拭されないと。 まあおそらくそのまあ加えてまあ野田さん自体が富裕層を含めたその増税政策にまあ前向きだと市場も捉えている部分もありますのでまあそういったところも含めてまあ金融市場としてはですねまあなかなかリスク視されやすいまあそういうところがあるんではないかなという,ふうに思います。 どういうところがですねケットってですね一番ウェルカムになってくるかというとですねおそらくその自公プラス1ですよね要は自民公明だけだとですね、まあ、衆院ですね過半数割ってるわけなんですけども、まあ、ここにですねその維新であったりとかですね国民民主党のようなです、ね、政党がですね一つ与党側に回ることによってですね過半数を超えることができるんで、まあ、仮にこういうです、ね、大連立ですね三党連立が組めることになるんであればですねこれはある割とですね、まあ、政権として はまああ安定してくるる可能性があるだろうとで今回その石破さんがですねまあ、継続するまあ政権、まあ、石破さんがですね続投する意向だという話にはなってきているんですけどもただまあ石破さん自身もですねマーケットとしてはです、ね、増税色の強い、まあ、そういう首相だというふうに見られているもんですからここで石破さんがですねその交代するような形でですね、まあ、自民からら新ししい首相を出しながらも、まあさ まあ3党連立という形になってくると、まあ、おそらくこれがですねマーケットとしては一番評価しやすいシナリオにはなってくるんではないかなというふうに思います。で一方ですねアメリカなんですけども、まあ、こちらの、まあ、今週はですね79月期の GDP の発表が控えているということで、えー、まあ市場予想ですとですね、えー、まあ実質 GDP 成長率で前期比年率プラス3.0%というのが市場予想になっていると。 でこれはあのアトランタ連銀が推計している GDP n o w という統計の中で,です、ね、これは推計値なんですけども、まあ、これはです、ね、大体その直近の数値で3.3%で、ね、という形になってきているので、まあ、おそらくその3%を超えるぐらいの GDP 成長率っていうのがです、ねまあ、出てくるのではないかなと今はそういうふうに見られていると。 でやっぱりアメリカの,その潜在成長率に対してやっぱ3%を超えてくるということはです、ねまあ、かなり強い経済成長というのがです、ねえー、期待されるという形になっておりまして、まあ、あのこれ自体はです、ね、アメリカの,そのソフトランディングシナリオをある程度こう補強していくようなです、ねまあ、そういう形になってくるんですが、まあ、ただ一方で,です、ね、一つ気をつけなきゃいけないのが現状の,そのアメリカ経済というのが非常に個人消費が強くてでそれがです、ね、その経済を牽引してきているんですが例えばその個人消費 以外のです、ね、投資の部分とかです、ね、企業活動製造業の活動なんか特にそうなんですけどもこういった部分は割とです、ねまあ、弱いという形になっているんでただその、まあ、個人消費主導で,です、ねまあ、経済成長が強い中でちょっとその企業部門の動きなんかがです、ね、ちょっと停滞してしまうと、まあ、経済の足元救われてしまう可能性があるんで、まあ、こういった部分はです、ね、ちょっと注意しておく必要があるのかなというふうに思います。 以上をもちましてウィークリーマーケットフォーカスの方を終了させていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました